ナックルヘッドのハッピーマンデーエンタメアワー。今夜も始まりました、ナックルヘッドのハッピーマンデーエンタメアワー。パーソナリティはアコースティック音楽ユニットナックルヘッドのボーカル永瀬と鍵盤としえです。月曜夜のハッピータイムはドライブスルーピッツァウッドベーカーズ、五つ星お米のマイスターのいる小江戸市場金広の提供、手作りの器で美味しいご飯、川越昭和の町の大黒屋食堂、エンターテインメントを発信するオフィススパークルの協力でお届けいたします。改めましてこんばんは。こんばんは。今日ね、はい、収録の朝ね、すごいんだよ、うん、俺初めてなんですけど、あの車の窓が凍りました。あ、もうね、うん、そんな季節ですね。いや、この何年ね、あの12月っていうか1月入ってからだいたい窓凍るのね、車の。あの11月に窓が凍るっていうのはね、すごいびっくりだな。急に寒くなったんで、うん、なんかこの頃お天気おじさんみたいになっちゃってるな俺な。まあどうでもいいやな、はい、今日はね、あのノンフィクション作家で、はい、有名な方にお越しいただいております、はい、すごいね、まこちゃん本当にね、いろんな活動をされていて取り組んでいることがね、とてもすごいなって感じ、はい、もうね、いろんなお話を聞きたい、でも泣くかもしれないけれど楽しみですね、はい、それではご紹介いたします。ノンフィクション作家野村美智子先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、先生、まず自己紹介からお願いできますか。はい、今一番大きな仕事としてやっているのは、あの第二次世界大戦の頃に、はい、そのナチスに迫害されていた、まあ、ユダヤ人の、その、はい、特に子どもたちが収容所の中で、はい、まあ、かなり辛い生活を、ね、していたのに、はい、その子どもたちはいつでも笑顔でなきゃいけないと、うん、何とかして笑顔を取り戻してあげようという大人たちの努力で、はい、その収容所の中でお教室を開いて絵を描いていたという感じですね。そうなんですか。その絵を、まあ、たまたま本当奇跡的に残ってたんです、はい、でそれを日本に貸していただいてきて、はい、その展覧会が今の私はちょっと一番大きな仕事になっています、はい、分かりました。はい、まずはですね、先生は NHK とか、はい、FM 浦和、はい、パーソナリティ、昔々ですね、はい、あのちょうどこの今のテレジンの仕事を始めたのが1989年、90年からなんですけど、はい、その90年にこれで忙しくなったんで辞めたんですけどその前11年間続けてやらせていただいてました、はい、すごいですね。あの野村美智子のウィークエンドガイドなんて言ってやってました。あ、もう大先輩じゃないですか。本当よ、ちょっとまこちゃん頑張らないと、はい、大先輩です、はい、はい、それがどうして転身したんでしょう、うんうん、というかね、そのNHK の仕事の方がむしろ私のではサイドワーク、はい、もともとその頃はあのタウン誌みたいなものをやってたんですよ、はい、あの地方に行って、あのマスメディアが拾わないようなつまんない小さなネタを拾ってそれを活字にしてあげるとか、うん、それから特に埼玉ですと秩父の方でね、はい、なんかずっと本当にその土地に根ざして生きてきたおじいちゃんやおばあちゃんたちの、はい、そのどこにも活字になったことのないような、うん、そんなお話を聞いてそれをあの文字にして雑誌を作るという仕事をしてたんですよ。でそれがたまたまその一度ラジオでそういうお話をしませんかって言われて、はい、それで呼ばれて行って話をしたら、うん、もう一人でやった方がいいでしょうっていうようなこと言われてしまいまして、それであの週末にはそうこういうお話のあるこんな場所行くとこういう人の話が聞けますよとかね、はい、この人の住んでたのはこんな町ですよとかそんなことをお話しするような番組を作っていただいちゃうようなことになったんです、はい、だからあの
ラジオの方が私はサイドワークで、本当は物書きがやっぱりメインの仕事です、うん、そうだったんですね、うん、それもでもすごいですね、こう日の当たらないような人たちとか、うん、あるいはまあ、文化だったりとかを掘り起こして番組にするっていうのは、はい、なかなか難しいですよね。そうですね、だけどとてもある意味で楽しい、それで普通のそのあまり今まで何喋ったことのないようなねことをたまたま私に喋ったらラジオで喋ってくれたっていうと、そのおじいちゃんおばあちゃん結構喜んじゃうんですよ、はい、で次に行くとものすごいもっともっと次のもっとすごい話をいろいろ持ってて、子供の頃のこの辺はそのこそ今の熊が出るなんてこの辺どこでもねなんか珍しくなくなったけど、はい、秩父の方で目の前にイノシシが出てきたとか、そんな話を一生懸命してくださるようになって、とまた次のネタができちゃってという、そういう感じでこう引き出せるんですね、循環してましたね。やっぱりそれは野村先生だからこう引き出すことがうまいんじゃないかっていう気持ちもありますけどね。いやそんなことないと思います。なかなかでも難しいですね、うん、そこをラジオだったりとか活字にするっていうことは、やっぱり読んでくださる方がこんなことがっていう何か感じるものがないとダメじゃないですか、うんうん、そうですね、それはなかなかできないことですね、まあ、地元の密着したことっていうかね、うん、例えばなんか俺思うんですけど、飛行機とかでここに空中からここにあの景色を見るじゃないですか、うん、そしてまあすごく綺麗だと思うんですよ、うん、けどあのその土地の内面って見えないじゃないですか。見えないですね、うんうん、俺はどっちかっていうとあの先生の言ってることっていうのはすごく、うんうん、本当感じるっていうか、うんうん、俺はそっちの方でいたいなって、うんうん、思います本当に、うんうん、まあそうよね、深くねいろんな人と関わって、うん、どういうものがあるのかっていう、うん、人生を ね、 ね聞くみたいな感じですね、うん、やっぱり時代が変わってくると消えちゃう話じゃないですか、はい、で今聞いとかないとそのおじいちゃんもおばあちゃんたちが亡くなったら、うん、もう戻ってこない話、うん、今のうちやっぱり聞いとかないととかね、うん、それで聞いてしまうと私はあの私が聞いちゃったのに私がそれそのままにしちゃったらもったいないか、やっぱり書いといてあげなきゃいけないとか、うん、人に伝えといてあげなきゃいけないとかって、それで結局また書くことになったり喋ったりするっていうことでこう続いてきちゃったんですね、はい、なるほど、まあ、そういうのであの本とか、うん、そういうメディアとかに取り出さされると、うん、そこの地元の若い衆とかも、うん、こういう活動をしてるんだよっていうのが分かるじゃないですか、うんうん、そうするとあじゃあ自分もやってみようって気持ちもなるし、うんうんうん、それでここにいろんな伝統っていうのがつながっていくんじゃないかなと思うんですよね。そういうことでしょうね、やっぱり誰かが目をつけてあげるとやっぱり嬉しいですもんね、うん、きっとね喜んでいただけたなと思ってます、うん、まあ、今ね若い人もそういう方に目を向けるようになって、うん、まあ、Iターンじゃないですけどね、はい、田舎に行ってその土地のなくなりそうなもう若い人が誰もいないところに率先していって、うん、農業ももう終わってしまったものをまた若い方が掘り起こしてやってくださるっていうこともねだいぶ増えてきて、これはすごいいいことだな、うん、日本としていいと思うんですよね。そうですね、うん、さあそんな先生だからこそきっと今の活動があるのかなというちょっとヒントを得た気がしたんですがですね、多分同じ、うん、あの対象が違ってしまっただけでね、あの、うん、やり方としては同じことやってるのかなっていう気は自分でもしますね、やっぱりあの事実を残さなければならない事実ってたくさん、うん、これがあの悲惨なことだけじゃなくて文化もそうだし、うん、いろんなことをやっぱり残しとかないと消えてしまうのはもったいない、うんうん、で今先生が活動していることを教えていただいてよろしいでしょうか。はい、その今あの、川越に来たのは私実はあの川越に住むようになったのまだ十数年前からなんですよ、はい、でそれ以前はずっとさいたま市の方であのこの同じ活動を続けてたんですけど、うん、まあ、全国規模でこのテレジン収容所の幼い画家たち展っていうのはやってたんですね、うんうんうん、それが川越に来て、まあ、何年か経ってたまたま何かの偶然で川越のある方にお話をしたら、うん、その話もっと聞きたいって言ってくださって、うん、でちょっと人の集まるところでお話をして、うん、ただその聞いた方が
ちょうどその頃に私またこれの取材でチェコやポーランドに行くんですってお話をしたらね、一緒に行きたいって言い出したんですよ。でその方たちをお連れして、そのこのチェコのテレジンという収容所やアウシュビッツへ行って、でその方たちが川越でもこれやりましょうって言い出して、で川越でもう4年目になります。あ、そうなんですね、はい、長いんですね、結構ね、ですだから展覧会は今年で3回目です。3回目、はい、だったんですか。私この同じテレジンをテーマにして、あのコンサートというのをやってるんですよ、はいはい、でこれはあのこの収容所の子どもたちが、さっき絵を残したって言いましたけど、はい、絵のほかにね詩を書いてた子がいたんですね、でとってもいい詩が残ってたんですけど、はい、で一生懸命、まあ、チェコ語で書いてあったんでもちろん読めないんですけど、あの大使館の方に英語にしていただいて、でそれを今度日本語に訳して、はい、いくつか詩を作ったんですけど、はい、発表する場がなくてね、もったいないなと思ってた時に、ちょうど友達 の、 その作曲をやってるギタリストが、はい、なんかオリジナルの歌作りたいんだけど、作詞してくれないかって言ってきたんですよ、はい、でちょっと考えてるうちに私の作詞よりも、この子供の詩にいいのがあるから、これを私がそのちょっといじって曲つけやすいようにするから、これやってくれないって言って、それで歌がいくつかできたんです、はい、おかしいんですけど最初ね2曲しかないのにね、私が講演会をやるところに行って、これからミニコンサートいたしますって言って、その2曲だけの歌手に歌ってもらってやってたんですけど、これが意外と反響があって、の会場出る時にね口ずさんでる方がいたんですよ。なんか私講演一生懸命いろいろ喋ったのに、公演よりもやっぱり歌の方が、なんか聞いた人の心に残っちゃうんだなって気がして、はい、でなんかもうちょっと歌たくさん作ってきちんとのコンサートできるようにしましょうかっていう話になって、でそれがだん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 広がりまして、で私のオリジナルでそのテレジンがどういうところかっていうこととか、私がそこを歩いての思いとかを詩に作って、そういう歌が十数曲できて、はい、で私の語りとその歌でつなぐコンサート、テレジンも蝶々はいないというのをやってるんですけど、これは実は去年、あのウェスター川越の大ホールでやりまして、あの市政100周年記念の会場に参加して、あの1回であそこ900人入るんですよね、ウェスター、ほぼ満席になるほどの成功させてことができたんです。だから今はコンサートとこの展覧会と、それからあの生き残った方わずかの方にお話を聞いてたのを今まで書いてきたんですけど、まだもう少し書き足らないかなと、もう一冊ぐらい本が書けたらいいなというのが今の私の、まあ、このね、まあ、もっと年寄りですのでね、いつどうなるか分からないんで、いやそれを何とかしようかなっていうのが今の仕事です、はい、いや、やっぱりでも歌を口ずさむっていうのがあっても、おそらくその先生の語ったこともすごく頭の中にあって、でもやっぱりそれをブツブツ言うことはない、頭の中にある、でもう 歌と一緒に常にこう頭の中に蘇るっていう、相乗効果というか、そういうね、インパクト的なものがすごくあるんだと思うんですよね、この素敵ですね、まあ、後半でまたねその、また、美術館でやられますのでその話をさせていただくんですが、先生はあのアウシュビッツには初めて行かれたのは、初めて行ったのが、ね、1989年です。はい、あのよく、ね、お話をするときに89年の2月ですってわざわざ細かく言うんですけど、89年の2月ってまだ社会主義の国だったんです、ポーランドやチェコが。要するに今のロシアがまだソ連、でソ連邦といって、まあたくさんの国がソ連の支配下にあった、あの時代だったんです。なんかベルリンの壁がまだあった時、レーニンとかですか。レーニンは古すぎるか、そうですね、失礼しました、ね、それでその時に行って、それから90年にずっとその、まあ、その間にちょうどベルリンの壁もなくなって、ポーランドやチェコも国の体制が変わって資本主義の国になったんですけど、
その間にずっといろいろ何回も何回も通って交渉して、はい、それで91年から日本での展覧会が開かれるようになったんですね。初めて行った時の印象っていうのはどんな感じだったんでしょう。怖かったですね。あのね、アウシュビッツって誰も人いなかったんですよ。本当に不思議なんですけど、今行くとすごいたくさん人がいるんでね、とても見学者が増えてそれは素晴らしいことだとも思いますけど、まあなんだか観光地に行ったみたいにたくさん人がいる状態なんですけど、その時って本当に誰もいないんですね。私実はあの娘と2人で行ったんです、はい、で2人でね、もう広いところにいるのにこの辺も肩寄せ合って、はい、後ろで誰かの女神でなんか本当にそんな気なんか誰かが見てるようなね、誰もなんか人の声がするような気がしたりね、そんな状態でアウシュビッツを歩いてました。あ、もうものすごい面積っていうかすごく広いんですよね、はい、あの建物の中とかはやっぱりその収容されてた建物と、うん、はい、あとまあちょっと嫌なねガス室だったりとか、うん、そういうところも全部見れるんですか。あのアウシュビッツって一つに言っちゃいますけど、はい、本当はもう2つあるんですね、はい、いわゆるアウシュビッツって言われるところと、はい、あのその広いところ、はい、よくあの映画なんかで見るようなね、あれはビルケナウって言うんですが、アウシュビッツ第二収容所って言われるところなんですね、はいはい、でその第二収容所の方は昔はあのいわゆるバラックみたいな粗末な建物がたくさんあったわけですけど、はい、ほとんど全部なくなっちゃってて、ただただ広いんです、はい、でそこはその貨物列車の通ってきた線路のレールだけが残ってて、それからそこにあったガス室は壊されちゃってるんで、残骸が残ってるだけなんですけど、の第一収容所の方っていうのはこれはね、建物はレンガだからとても綺麗、まあ古びてはいますけどね、この例えば夏に行くとレンガの建物がたくさん並んでて、ポプラ並木があって、あ、ちょっと学校キャンパスみたいな雰囲気になるんですよ、うんうん、ちょっと写真撮ってみたいなみたいな感じですね。だけどその建物の中のいくつかは中は博物館になってますので、うん、その中に行くとそこで殺された人たちの残したもの、うんうん、例えば髪の毛の山がもう部屋中全部髪の毛で埋まってるようなとか、その人たちが履いていた靴がやっぱり部屋いっぱいに靴があったりとか、そういうふうにいろんな遺品がたくさんあって、中にはそれこそ人の、あのガス室で死んだ人の口から抜いた金歯があったり、そういうもう本当にちょっと見ずに耐えないようなものもあるようなところがあります。じゃあ一般公開はされているっていう。はい、あのどこでも自由にそういうところは入って見られるようになってます。さて、はい、ここでちょっと一曲挟みましょう。はい、はい、今日はですね、先週もおかけした渡辺美也子さんの楽曲をご紹介させていただきたいと思います。この曲は実は組曲になってまして、まあ、チェルノブイリを題材にした組曲なんですけれども、前回おかけしたのは、まあ、最初の方の出来事の話、今日はちょっと後半に差し掛かったところの曲をあのご紹介したいと思います。そして人間がいなくなったある日、人間がいなくなった。僕たちには天国さ。リスだって。
食べたい？ピザなんてどう？そういえば国道16号線の古谷の信号あたりにドライブスルーピッツァグッドベイカーズってお店があるらしいよ。グッドベイカーズ？美味しいの？グッドベイカーズは木の燃料のペレットを燃やしてピザ窯で焼いてるから香ばしい木の香りがピッツァや野菜からするんだって。薪で焼くって美味しそうだね。じゃあ電話で予約して買いに行こう。予約しなくても90秒で焼けるらしいよ。でも混んでるかもしれないから電話予約してみるね。ウッドベイカーズ、電話は 049-230-3500。 見て見て、メニューが豊富だよ。何にする？じゃあ後半戦いきましょうか。はい、なかなかね、その私も何回かアウシュビッツの映画は見ましたけれども、はい、あのまあ、長編ですよね。2日間とかテレビでやってたりとか。あ、そうですね、はい、前編と後編、はい、の思いし泣くし、うん、で一番最後にその生き残った方がちょっとインタビューみたいなのがあったりするんですけれども、うん、あの先生はその小さな画家たちっていうところにテーマを置いていらっしゃいますけれども、はい、うん、実際に、そこの主要施設で絵を描いていた子どもたち。そうなんです。あのテレジンという収容所、これはチェコにあったんですけども、はい、この収容所の中であの10歳から15歳の子どもたちがね、はい、親と離されて男の子と女の子に分けられて、うん、男の子の家と女の子の家というところで生活してたんですね、うん、はい、でまあ子供なのに一日中労働させられて、で、まあ、食べるものは本当に少ししか与えられないでね、あの栄養失調になったり病気になったりして、もう働けなくなったらその子はいらない、労働力として役に立たないから、で貨物列車に乗せられて、あのアウシュビッツへ運ばれちゃったんです。当時もちろんアウシュビッツって誰も知らないんですけど、ただ行った先にはあの大きな煙突があって、その煙突は一日中ずっと臭い黒い煙を吐き出してるんだと、だそこへ行った人とは二度と会えないっていうのが、なんかどこからかね噂が流れてきて、みんな知ってたんだって言うんですけど、そこへ連れてかれちゃってたわけですね。だから子どもたちみんな絶望的になって、もうせっかくあの、まあ、収容所の部屋ですから、三段ベッドがずらっと並んでるようなところでね、同じ一つのベッドに何人も寝てんのに、口も引かないような状態だったらしいんです。でもそれをこう垣間見た大人がね、子供はあんなことじゃいけないと、子供はいつでも笑顔でいなきゃいけないのにね、なんとかして笑顔を取り戻させてあげようって、であのこそ命がけで大人の人が立ち上がって、であの絵の教室を開くことができたんです、それでこの絵を描くことによって、人間は生きる力を得られるという、そういう信念を持っているという素晴らしい画家の先生がいまして、フリードル・ディッカーっていうんですけど、その先生が子どもたちに楽しかった時のことを思い出して絵を描きましょう。なるほど。それでこの、はい、あの広告の絵なんですね。そうなんです。あの、うん、明るくて綺麗でしょ、ね、これだけ見るとね、あのもっとモノクロなのかなと思ったら、色彩も結構豊かで、そうなんですよ、とてもちょっと想像がと違ったんですね、私はその絵を見た時に、そのそういう状況下で明日はもしかしたら自分かもしれないとか思うわけじゃないですか、昔楽しかったことを思い出して描くっていうのはどういう気持ちなのかなっていうのは想像もできませんけど、ね、実はねその子どもたちってあの男の子と女の子合わせて1万5000人いたんです、で生き残ったのは100人だけだったんですね。あとはみんなウシビツで殺されちゃったんですけど、私はやっぱりそのもし生き残ってる方がいるんならお話を聞きたくて、で結局いろいろ探して、私が調べ始めた1990年には23人しか消息が分からなかったんですけど、はい、まあ、なかなか会っていただけないのをね、いろんな、まあ、何回も何回も手紙出したり頼み込んだりして、最終的には6人の方にお会いすることができたんです、でその方たちのお話によるとね、その絵を描いてる時だけはね本当にもしかしたら明日は楽しい日が戻ってくるって、そう信じられるような気持ちになったっていうんです。だからさ、今たの思い出した楽しかったこと絵に描いてみましょうって先生が言うと、遊園地の絵が描けたりね、
自分のお家を描くことができたっていう、うん、でもよく考えるとみんな絵にはねやっぱり意味があってね、例えばこのチラシにもあるんですけど、お家の絵を描いた子がたくさんいるんですけど、お家には必ず道が続いてるんですね、はい、この道走っていけば家に帰れるっていう、そういう子どものものすごい願いがあったんだっていうふうにやっぱり心理学者の人たちはこうちゃんと解き明かしてますね。それから花と蝶々を描いた絵がとってもたくさんあるんですけど、これは蝶々だったら花の咲いてるところに行けるのに、自分たちは収容所の塀の中で外へ自由に出ることもできない、蝶々だったらよかったのに蝶々になりたいっていうような思いを込めてその絵を描いたんだって言われてます。あー、なるほどね、うん、なんか俺この広告の絵を3つ、うん、今で見させてもらってるんですけど、うん、あの普通の幸せっていうのが本当にどんだけありがてんのかなっていうふうにすごい感じますよ。もうなんかもうこの3つの絵だけでなんかすごいそれを感じちゃいますよ、うん、本当に、うん、ね、うん、本当にね、あのいやもうなんとも言葉が出てこないぐらい、うん、あのどのくらいの人数の方がお亡くなりになったっていう、だから1万5000人のうちほとんど、うん、あ1万5000人、うん、はい、あの子供はね、あのアウシュビッツで殺されたユダヤ人っていうのは600万って言われてるんです、はい、そのうちの150万が子供なんです。でテレジン収容所にいた子供は1万5000人、うん、そうなんですね、うん、あれユダヤ語で話す、ね、あのヘブライ語、ユダヤ人がね、こうですか、うん、私全くヘブライ語できません、うん、あの見て文字も読めませんし全くわからないんですけど、うん、ほとんど最古の言葉というに近いぐらい言語として、ね、あの象形文字とかそういうのを抜いといて、なんか、ね、面白い、私から見るとね、字と思えないような字ですからね、難しくてとてもわからないですけど、うん、そうなのよ、うん、そのしかもまあね、頭のいいっていうイメージがものすごくありますね、はい、ユダヤ人の方たちって勉強家であり、うん、あの才能豊かでっていう、それがなぜそういうふうに迫害されたのかという思いもすごく未だに理解ができないですし、そう、私も理解できないですね、あの頃あのヒトラーが、ね、考えてたのは、うん、ヨーロッパ中にいる1100万のユダヤ人を全部殺してしまうっていう、ユダヤ人絶滅作戦っていうのですよね、はい、この地球上から抹殺しちゃう、なんでそんなことを考える、ね、ことになったか、私もいくらいろんな本を一生懸命読んだつもりですけど、全く理解できないです。うん、全く私も理解できなくて、まあね、いろんな宗派があって宗教の中で、でもユダヤ教っていうのが一番最初、はい、だからなのかとかちょっと思ったんですけど、そうでもないみたいですよね。ないでしょうね、なんかそれこそ2000年前のね、遡っての歴史から言われちゃうと、なんかなんて理解していいか分かんないですもん ね、 そんな古い話になるとね、そういう、まあ、時代のその殺人者っていうんですかね、うんうん、そういう人との多分考え方っていうのは俺たちには多分理解は絶対一緒できないと思うんですよ。ですね、うん、特に日本人はないかもしれないですね、うん、そうでもないのかな、うん、まあ、うん、いやそれを理解できちゃったらなんか逆に怖くないですか、なんか俺はすごいそういう風に感じたりしますよね、うん、そうですね。それで、最初の方にもあのお伝えしましたけれども、うん、先生はあのこの度あの川越市立美術館、はい、一律っていうのかな、はい、こちらの方でいつからいつまで開催されてるんですか。来月12月の5日から10日までです。はい、5日間、はい、でその間に1日、はい、あの私がギャラリートークという形でね、はい、絵についてちょっと何枚かの絵をこう皆さんにお見せしながらお話をするような会をします。はい、あの各回、まあ、11時からの会と2時からの会がありますけど、これは同じ内容になるんですか。はい、
自分でもよくわからないんです、うん、あの実はついこの間も、はい、あの東京都の府中で展覧会をやってまして、はい、そこでもやっぱりギャラリートークっていうのを2回やってくれって言われたんですね、で初め同じことでいいのかしらって言ってたんですけど、うん、はい、なんとなく違うことを喋っちゃったりしてました私あんまりその、はい、うん、きちんと原稿を書いて喋るようなことじゃないので、いやいや、うん、その時の勢いでちょっと違う話をしちゃったり、うん、その時の雰囲気だったりとか、ね、気持ちだったりとかもありますよね、お客様を見て、これをちょっと紹介したいとかってなりますよね。そうですね、それと同じ方がね、さっきもいたのにまたいらっしゃったりすると、うん、やっぱり違う話してあげましょうっていう気にもなっちゃいましてね。じゃあもう2回ね、ぜひ各回聞いた方がね、うん、はい、いい、楽しめるよね。楽しめるっていうか、より深くこう、まあね、そうしていただけたらいいなと思って、やっぱりあの話を聞いてもう一度読みに行ってくださいってよく申し上げてるんですけど、最初見た時はなんだかただの子供の絵だなぐらいにしか、ね、思えないでしょうけど、話を聞いてから見ると全く別のもの。私自身も実は最初にこの絵に出会った時全く分かんなかったんですよ。なんだかただの子供の絵が置いてあるなと思っただけだ、説明が読めませんでしたからね、それがその時に、まあ、パンフレットを手に入れてそれを読んで、ただ翌日またどうしても見に行きたくてもう一度見に行ってしまう、その大人の勇気によって子供たち絵を描くチャンスを得たとかね、そういうことを知ってから見ると、さっきおっしゃったようにその家の絵を描いてね、その、はい、なんか涙ぐましいとかそんな気持ちが全部出てきて、絵から家に帰りたかったよって言われてるような気もするしね、お父さんお母さんに会いたかったっていう、なんかいろんな声が聞こえてくるような気がして、それで結局私はその気持ちがそのまんま続いちゃって日本で展覧会やりたいって話になっちゃったんですけど、あら、あの話を聞いてもう一度絵を見ていただくととってもいいかなっていうふうに思ってます。やっぱり背景とかが、その描いた時の子どもたちの背景が分かると見方も変わりますし、先ほどの教えていただいた道がある、家に帰る道が必ず書いてあると、それを聞くと、ああ帰りたかったんだなっていうのも分かりますし、そのいろんな思いが、絵に託された思いが伝わってきますよね。そうだと思うんですけどね、まあ、それが全部が全部汲み取れるかって言ったら、まあ、そこは難しいかもしれないですけれども、でもこの絵を描いたお子さんの中で生き残った方もいらっしゃるんですか？あの生き残った子が描いた絵というのもあります。はい、あの私がそのお会いしてきた方たちはみんな絵を描いてましたので、あのとても面白いことがあって、あの生き残りの方6人ともね、いろいろあの話してたら、そのうちのね、とりあえず3人が絵描きさんだったんですよ。お二人は完全なその画家ね、で1人はいわゆるアマチュア画家って言ったらいいのかしら、学校の先生をしてたんだけど定年で辞めて絵を描いて、ちょっと小さなギャラリーを借りして展覧会やるっていうような程度の、あとの3人の方もね、なんとなくあの絵は好きだとおっしゃるんで、私あの質問したんです。あの私の収容所にいる間に絵を描いていたことが心に強く残ってて、今あなたは絵を描き続けるのかって聞いたらね、そういうわけじゃないって、自分は前から絵が好きだったっておっしゃるのね、その画家になってる方たち、だけど収容所の中でね、ちゃんとした紙がなくて汚い中拾い集めたような紙にね、あの絵の具やクレヨンも色が足らなくて、ちゃんと十分に塗れないような絵を描いてる時に、俺は絶対生き残るぞ生き残るぞと、生き残ったら大きな白い画用紙に立派な、たくさんの絵の具やクレヨンを使って立派に絵描いて、それをやるまでは死ねないって思いがあったって、その思いで自分は生き残れたってあの一人の方がおっしゃったんですよ。それはすごい強いその意志力にもなったんだろうと思って、からもう一人女の方はね、今花の絵ばっかり描いてるんですよ、お家にあのお尋ねしたんですけど、家の壁中も本当にたくさんの花の絵の額が飾ってあるんですね、でなんで花ばっかりって言ったら、あの収容所の中にいる時に汚いものや嫌なものみんな見てきちゃったと、だからあの頃から私は自由な世界にもしも生きて戻れたら、綺麗なものを描こうと思ってたって、だから今は花しか描かないっておっしゃるみたいに、みんななんかね、収容所の生活と絵とこうつながっていろんな思いが
あるんですよね。なるほどね。私はあのその当時のやっぱり暗い思いをすごく書かれているのかなと思ったんですけど、うん、逆なんですね。そうなんです。とても綺麗な明るい絵が多いです。ただよく見るとそうじゃないんだよなって言いたくなるようなね、うん、さあそんな、ね、絵を皆さんぜひ、はい、目で自分の目で見て、はい、先生のお話を聞いて、はい、体感してほしいと思いますね。ぜひ見に来ていただきたいです、はい、いや俺見に行きますよ、うん、ありがとうございます、うん、ぜひぜひ、はいはい、入場は無料となってます、うん、はいはい、よろしくお願いいたします、はい、ぜひ、はい、ということであっという間にお時間となってしまいました。今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。お米食べてる？太るからな。玄米なら太らないよ。ミネラルも豊富だし。歯に挟まるからな。昆布好きにすれば挟まらないし美味しいよ。川越米って川越で作ったお米のことかな。金城さんも生産してるんだよ。そうと聞いたら食べたくなってきた。買いに行ってくる。全国どこからでも注文できるからね。金城です。川越のお米の五つ星マイスター金城。ここでお知らせです。ドライブスルーピッツァウッドベーカーズ様では店内で生パスタを提供しています。これが本当に絶品なんです。ぜひ美味しいピッツァや生パスタをお楽しみください。また小江戸市場金広様では今川越米の新米を絶賛発売中です。全国どこからでも楽天市場から注文できます。ぜひ美味しい新米をご堪能いただきたいと思います。あなたの曲をレコメンド。今月のレコメンド曲は4人いるの土管の猫です。4人いるで、入れた曲の中で一番自然な感じの曲なんですけども、土管の猫っていう曲があります。まあ猫の歌って言えば猫の歌なんですけども、土管に猫が住んでるんじゃないかなと思ったらそういう曲になったんですけど、でも実は土管の中には猫が いなくて、でもその猫はイメージの中にちゃんとあっていろんなところを旅するっていうような歌です。よろしくお願いします。日にちもない曜日もない僕らにあるのは季節だけ。ガラス窓向こうには暖かい部屋、みんなの声聞こえたらうつらうつら眠りつく素敵な夢見たら静かな夜。ドカンの猫はドカンの猫はドカンの猫は北風の中。ドカンの猫はドカンの猫は空を見て笑ってる。太陽にさらされて焼けつく道、歩いてまた歩いてちっぽけな日陰に逃げ水を
けて逆さの景色、ドカンの猫はドカンの猫はドカンの猫は真夏の庭、ドカンの猫はドカンの猫は空を見て笑ってる。今月のレコメンド曲は4人いるの土管の猫でした。あっという間にお別れの時間になりました。この番組へのメッセージはX、ナックルヘッドのハッピーマンデーエンタメアワー、 Facebook、ナックルヘッドまでお寄せください。この番組はドライブスルーピッツァウッドベーカーズ、五つ星お米のマイスターのいる小江戸市場金広の提供、手作りの器で美味しいご飯、川越昭和の町の大黒屋食堂、エンターテインメントを発信するオフィススパークルの協力でお届けいたしました。では来週もまたお会いしましょう。ナックルヘッドのハッピーマンデーエンタメアワー。